日本東京都北区岩渕町岩渕町は東京都北区の町名。定番の設定のない単独町名である。郵便番号は115-0041。東京都北区旧岩渕町の北端に位置する地区である。町の北部を荒川と新河岸側が東西に並行して流れ、両川に挟まれた中洲城の地域が町域の約3分の1を占める。 荒川対岸の埼玉県川口市との間には、新荒川大橋がかかる。荒川がおおむね東京都と埼玉県の境となっているが、新荒川大橋付近では、都県境が大きく、東京都側に食い込み、荒川、新菓子川間の河川敷上に、都県境がある。町域は北を、埼玉県川口市、船戸町と接し、東は北区。 も南及び西は北区赤羽と接する。戸籍の表記など、北区の公式文書には岩淵町と記載されることもあったが、2007年11月5日より導入された戸籍の電子化により、表記が岩淵町に統一された。住宅地の地価は2017年1月1日の工事地価によれば、岩淵町9の13の地点で35万8000円。 平方メートルとなっている。入間川のほとりで、ごつごつとした岩場だったことに由来する。1964年から行われた住居表示施行の際、北区は、当初岩淵町全域を赤羽根とする予定だった。しかし、代々受け継いできた町名が消えることを危惧した、地元住民が延べ8年にわたる反対運動を展開。その結果、区は、 住民の訴えを一部受け入れる形で、和解、一丁目が岩淵町のまま住居表示が施行されることとなった。2017年12月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。JR 赤羽駅の利用圏内でもある。岩淵町内にある赤羽交差点は国道122号と、 都道311号環状8号線、都道445号時和台赤羽線が交わる。カンパチ通りはこの赤羽交差点が終点である。ありがとうございます。